これより第138回、中国研究会を始めさせていただきます。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただきます JST-CRSC の小永井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の研究会は、公益財団法人ライフサイエンス振興財団理事長兼、上席研究フェローの林幸秀さんに、お越しいただいております。タイトルは、中国における科学技術の歴史的変遷となっております。林さんは、1973年に、東京大学大学院工学系研究科、原子力工学専攻を修了されました。同年に、科学技術省、現在の文部科学省に入庁され、その後、文部科学省、科学技術学術政策局長、内閣府政策統括官科学技術政策担当、文部科学審議官、宇宙航空研究開発機構 JAXA の副理事長を歴任されました。2010年よりJST 研究開発戦略センターの海外ユニット担当の上席フェローを務められています。また、2017年からはライフサイエンス振興財団の理事長、そして合わせて現在は上席研究フェローを務められています。また、現在は、当センターの特任フェローも務めていただいております。中国の科学技術政策等に関する著書が、まあ、多数ありまして、近著としてはですね、中国における科学技術の歴史的変遷という書籍を執筆されていまして、今回の講演はこれに関連したものとなっております。また、最近、サイエンスポータルチャイナという我々のウェブサイトにおいてもですね、中国科学技術群像と題して、中国科学技術の、近現代の人物についてのコラムを開始いただいております。すみません。今紹介がありました書籍がこれです。まあ、これはどうしてこういう本を作る気になったかというと、私の大先輩で、科学技術の大先輩で、JST の元の理事長の沖村さんがですね、まあ、中国のいろんな切り口で私は研究しているわけですけれども、一度その中国の科学技術政策全体を棚卸してみないかと。そうすると新しいその示唆が得られるんじゃないかという、そういうサジェスションをいただきまして、それで、いろいろ調査をしました。その結果はサイエンスポータルチャイナに報告書が出ています。ただこれはあくまで報告書ですので、もう少し分かりやすくしようということで作成したのがこれです。で、今日はこれに基づいて少し詳しく説明していきたいと思いますが、まあ、一点確認しておきますと、これは清朝末期あるいは中華民国国民政府の時代の話も入ってますけど、今回はもう中国建国以降に絞って、お話をしたいと思います。6つぐらい分ける部分がありますけども説明したいと思います。まあ、これは新中国建国の時の写真ですね。毛沢東が天安門で喋、ったと、宣告をしたと。で、一番右端に周恩来がいる、そういう時ですね。まあ、これの時代のことをこれから少し喋ります。まあ、はい、すごいですね。はい。で、これは科学技術の前に政治経済全般的な状況をこう概括的に、ね、年表として書いたものです。まあ、この一番ポイントはですね、まあ、中国ってどういう時代に生まれたかということなんですけど、まさしく米ソ東西冷戦のただ中に、まあ、誕生したと。で、その時の大きな問題としては、まあ、最初はソ連と非常に、まあ、友好関係にあって協力関係が進んだわけですけれども、途中からそれが断ち切られると、まあ、スターリン批判があって断ち切られるという状況があって、非常に、まあ、中国は、まあ、内部的に、まあ、混乱するという状況が、まあ、起こったわけです。その時代がこの建国期です。まあ、それでその中身を少しより具体的に説明しますと、特にまあポイントになりましたのは1950年のですね、友好同盟相互援助条約、これは科学技術にも非常に影響します。まあ、これが一つ大きなポイントですね。それから朝鮮戦争、それからまあ、これはソ連との関係で自然的に生まれたわけですけれども、計画経済と、
という格好になりまして、その始まったのが1953年ということになります。しかしその中層の意見対立を踏まえなりまして、反右派闘争あるいは大躍進ということで、結構経済的に混乱を極めたわけですけれども、最終的には毛沢東が自己批判をすることによって収まるということになります。まあ、この辺につきまして少し科学技術的に見たいと思います。まあ、科学技術はですね、これは要するに建国期ですから、いろんな制度、そして組織、そういったものができ、大きな方向性が決まった時代であります。で、公科学新軍と書いてます。これは科学に向かって軍を進めると、まあ、これ軍を進めるというのは、いかにも中国的な言い方ですけども、まあ、これは実際はですね、まあ、科学に向かって積極的に進んでいくという意味であります。で、これ4つぐらい大きなポイントがありまして、1つは、まあ、先ほども言いましたように、科学技術の関連機関、それから高等教育機関、これを整備していくという格好になります。で、一番大きかったのは、これは建国直後、1949年の10月にもうすでに、設置が決まったわけですけれども、中国科学院を作る。で、これが現在でも非常に大きな力を持っています。それからだいぶ後になりますけれども、国家科学技術委員会というのができます。これは現在の鍵部の前身です。それから、まあ、中国科学技術協会。これは学術団体なんかを、まあ、全体として統合しているものです。で、こういったものの大きな制度が、まあ、作っていくと。それから、例えば中国の医学科学院とかですね、農業科学院って、そういったいろんな個別の分野の、組織もできています。それから、大学の関係、高等教育機関の関係ではですね、一番大きかったのはそこの院系調整。これ何かってよくわからない言葉なんですけれども、これは中国というのはもともとカソリック系、教会を中心にした大学がアメリカなりヨーロッパの影響でできていきます。これがまあ一番重要な高等教育機関だったんですけれども、それだけじゃなくて、やっぱり国策的な意味で、例えば北京大学とか清華大学の前身もできていくという格好で、まあ、いろんな形で大学が整備されていったんですけれども、1952年になりまして、中国を建設するためにはですね、技術者、科学者が足りないということで、もう少しその専門的に作らないかと。で、これはまあ、ソ連の、旧ソ連の影響を非常に受けるわけですけれども、そういった方向で、従来のものを少し統合整理すると。で、当時は、まあ、東西冷戦の時代ですから、例えば、アメリカとかヨーロッパの大学なんかをそれもう吸収しちゃって、きちっと中国の大学に位置づけようというのが一つと、あるいはその総合大学じゃなくて単科大学にしておこうという格好の調整をやって、これ非常に大きな影響がありました。で、これは最終的には、鄧小平以降になりまして、また戻っていって、結局総合大学になっていくんですけれども、当時は例えば北京大学であればですね、もう文化系の大学になってしまう。清華大学はですね、逆に、工学系の大学になってしまう。こういった非常に大きな影響を受けたものであります。これが院系調整です。それから、高校、これ、高校っていうのは、中国語で言うわけですけども、これは全国統一の大学入学試験です。で、これはまあ、もともとは中国がご存知のように、科挙という制度がありましてですね、これは中国の高級管理の養成の試験なんですけども、まあ、これが一回切れまして、清朝末に切れまして、途中何もなくて、で、結局、各大学で個別に大学入試をしとったんですけれども、これを統一させよう。これも非常に大きな、これもやっぱ1952年になってるわけですけども、こういったものを開始する。それから三つ目の大きなポイントとしては、学部委員。これは現在の中国科学院の院士というものに相当するわけですけども、そういった制度。これはまあ、非常に校内名を遂げた学者を顕彰するという意味で、作った制度です。これはアメリカとか、ヨーロッパ、ソ連の、アカデミーを模して作っています。これが一つ非常に大きなポイントです。もう一つは、二つ目はですね、やっぱりソ連、今ほども院系調整なんかにも出てましたけれども、やっぱりソ連との協力が非常に大事です。さっき出てました総合援助条約を作り、それからソ連及びソ連と関係する東欧諸国との協力、これがまあ中心になって科学技術も進んでいくということになります。で、そのためには留学生を派遣する。あるいはソ連なり東欧から専門家を受け入れる。で、これが非常に大きな、これは軍、民、両用ですけれども、いろんな意味で協力がある。ただしそこは途中で、
フルシチョフのスターリン批判の後で、中ソがまあ分断、対立しますん で、これ結局途中で中断してしまうという状況になります。これが2つ目のポイントです。それから3つ目、これはソ連のやっぱり影響が非常に強いんですけれども、その国全体の計画経済が計画経済になりましたんで、科学技術もそれに従って対応していくという学校になります。でその一番大きなものとしては、1956年にですね、中国科学技術発展連携計画というものを作りまして、これは12年計画とも言ってますけれども、これによって大きな科学技術の方向性を確認していくというのが当初から作られています。これは実は現在でもですね、第十何期、今13期ですかね、13次5カ年計画ですね、こういったものの格好でまだ残っています。4つ目、これがまあ非常に大きなポイントですけど、やっぱり科学技術の中で、単にその基礎研究だけじゃなくて、やっぱり大きな方向性としてはですね、第二次世界大戦の戦勝国として、あるいは安全保障を担保するということで、やっぱり中国は中国として独自に核兵器、あるいはミサイル技術というものを確保せないかんという政策を、これは毛沢東、あるいは周恩来等がいろいろ議論をした結果、大きな方向性が打ち出されています。これは実際きちっと位置づけられたのはその一つ上の連携計画に入っています。で、その実際のやり方はやっぱり非常にソ連との関係を重視しましてですね、ソ連に直接物を見に行くとか、あるいはいろんなものを供与してもらう、技術開発を助けてもらう、こういう格好で最初進んでいました。で途中で中断されまして、それ以降は、自主開発という格好になる。ちなみに両弾というのは、両の一つ目は原水爆、これが核弾ですね。それからミサイル、これは中国語で気弾と言います。空気の気を書いて気弾。この二つ、核兵器とミサイル、これが両弾です。一斉は人工衛星。こういうことで、政策が開始されるということになります。それで成果としてはですね、両弾一斉が一番大きいんですけれども、1960年にですね、ミサイル、東風1号と、いうミサイルをすでに打ち上げています。でこれはその 2、3 年前にですね、ロシアから、ソ連からですね、ミサイル を現物供与されまして、それをリバースエンジニアにすることによって作られたと言われています。でただこれは先ほど言いましたように、途中でソ連との協力が中断するわけですので、それ以降は完全に自主開発になるということになります。でそういった自主開発を進めまして、核兵器は核兵器で別途、いろいろ開発しとったわけですけれども、1964年になりまして、ロプノールというところで、核実験に成功するということになります。でそれ以外の成果としてはですね、ここに書いてありますけれども、同大衆、これは大連の中国科学院の大連の海洋研の研究者ですけれども、これがクローンで、魚類で世界初めてのクローンを作った。これは当時画期的な成果だと思いますけれども、そういったことをやっている。それから3つ目としては、中国科学、これは上海の舞台ですけれども、上海の中国科学院の研究者、あるいは北京大学の先生と協力しましてですね、牛インスリン、これを人工合成、これ2度に分けて、最初は A 社 B 社とこうつながってるわけですけど、 B 社の方をまず人工合成して天然のものとくっつける。その次に今度はその A 社の方も人工合成して完全に人工合成に成功する。これも当時としては世界で画期的なことだったという成果を挙げています。こういったことなわけです。ところがその大きな暗転が始まったのはですね、文化大革命ですね。文化大革命が10年近くにわたって、10年以上ですかね、以上にわたって混乱があると。そこにありました天安門広場における紅衛兵の人たちです。で歴史的な出来事としては何かということなんですけれども、これはその天安門事件であって、天安門で、先ほど言いましたように紅衛兵とかそういうところがありますので、特に科学技術で言いますとですね、大学が非常にこれに大きく関わったわけですね。でその結果大学が非常にこれ毀損します。これはより詳しく説明します。それから、中国科学院もですね、大学の入学試験がなくなったりとか、そういったことを含めて非常にこれも、組織的、あるいは人員の面で毀損するという格好になります。しかしそれは最初のうちですけれども、少し収まったんですけれども、結局、やっぱり4人組っていうのが非常に力が振るって、やっぱそれがやっぱり必然的に知識人、
に対する迫害というのを続けたものですからなかなか収まりませんでした。これはある意味では空白の、まあ、10年あるいはもう後ろ向きの10年と言ってもいいかもしれません。で、まあ、あの一応毛沢東は、まあ、亡くなってその後4人組が逮捕することによって終わるという状況になります。で、まあ、科学技術の特徴としては、まあ、これはもしくは暗黒時代そのものですね、まあ、いくつか挙げてありますけれども、一つは知識人の迫害です。まあ、これはあのいろんな、まあ、とにかくあのこの文化大革命というのは一種 の, そのインテリの迫害といいますか、知識人の迫害ですから、教員、あるいは研究者、大学の先生、まあ、そういったものを含めてですね、あらゆるインテリゲンチャーがその迫害されると。でこれはまああの自己批判をさせたり暴力を加えられたり拷問をされたりいろんな格好で、まあ、亡くなった人もいっぱいいます。それからですね、2つ目としてはその建物施設装置、まあ、こういったものが、まあ、その破壊をされます。まあ、一番わかりやすいのは例えば清華大学でですね、まあ、100日戦争っていうのは行われてですね、で清華大学ですから、まあ、大学のまあ一種の分派闘争みたいなものがありましてですね、それで分派闘争の中で戦車まで出る、それからまあいろんなピストルが内装されるといったことでですね、非常にまああの破壊が進んでいます。したがってあのそれがずっと尾を引きましてですね、文化大革命中はほとんど まともな大学の授業もできない、あるいは中国科学も同じな状況ですから研究はできないという状況が続いています。だから一番大きかったのはですね、これはあの大学がほとんどストップした大きな原因としてはこの統一入学試験ができなかったんですね。統一入試、先ほどあの1952年に始まったと言いましたけれども、これが、あの中断をされます。以後10年間完全に中断をされます。で最初のうちは全くあの新入生が入ってこなかったんですけれども、まあ、あまりにも入ってこないんでですね、毛沢東から指示が出まして、せめて推薦ぐらいで受け入れようということで、まあ、例えばあの労働者とか農民とかもうそういった人も含めて別の面で、功績のあった人間をもうどんどん大学に入れていこうということになりまして、以後5年ぐらい経ってからようやくそういう人は入れたんですけど、ただこれは要するに試験できちっと測ったわけじゃないんでですね、そのレベルがバラバラなわけですね。だからほとんどまともな授業はできなかったというふうに言われています。ちなみに現在の習近平さんはですね、この中の後ろの方の1975年になるんですけど、後ろの方で、推薦で入っています。これは清華大学の工業科学工業をあれしています。からもう一人の指導者の李克強、これ首相ですね、この人はこの後出てきますけれども、鄧小平がもう高校ガオカオを、再開しろといった最初の入学試験で北京大学の法学部に入っています。当時10倍近いその倍率でもう大変な難関だったんですけど、まあ、そういう意味では李克強さんは大変な秀才だということですね。それから4つ目の大きなポイントとしては、まあ、そういった中でもですね、これは、まあ、習近平さんがじゃなくて、周恩来さんが必死になって、体張って、やったんですけど、この両大一制政策だけはですね、続行しました。まあ、これはどういうふうにやり方をしたかというと、まあ、周恩来さんはですね、関係のある人間のリストアップしまして、この人たちは非常に大事な人なんで、変なことしちゃいかんということを、まあ、公衛兵を含めて下部に流してありました。で、守ったわけです。で、ただ、やっぱりいくつか大きな抜けがありましてですね、まあ、非常に有名な透過線という、これは核兵器の、まあ、非常に開発に尽力をした人なんですけれども、その人は結局抜けがあったもんですから、とっ捕まってですね、それで陝西省、まあ、随分田舎の方の、まあ、陝西省にですね、流されて、これ奥さんともとも流されて、それで下放生活をすると、こんな話もあります。まあ、途中で戻ってきましたけれども、まあ、そういった、ことがあります。まあ、いずれにしても両大一制は続いたということです。で、じゃあこの時代の大きな成果は何かということなんですけれども、これはまあ周恩来さんが頑張ったものですから、まあ、両大一制は着実に進められました。まあ、一つは水爆の完成です。で、これで、まあ、原水爆はちゃんとできたわけですね。で、ミサイルももちろんできた。それで70年になりまして、今度は人工衛星、これはミサイルのやつを少しロケットでこれ無事にうまく改良しまして、打ち上げ能力だけ上げまして、
それで人工衛星を、まあ、作って、それで東方向1号というものを成功します。ちなみにこれはソ連、それからアメリカ、フランス、日本について、まあ、日本とほとんど差がないんですけど、日本について5番目になります。まあ、そういったことで、まあ、両団一星が完成する。それから、まあ、71年にはですね、マラリアの特効薬を、まあ、これノーベル賞をもらうことは、トヨーヨーという女性の研究者が発見します。なんでマラリアがこんなに中国で研究されるかというと、一つは中国自身がですね、南部の方は結構マラリアがあるんです。まあ、そういうことで、まあ、中国自身のためにもやったということなんですけど、もう一つ大きなポイントは、当時ベトナムとアメリカが戦争していましてですね、でベトナムに非常に中国は協力をするという格好になったわけですけど、そのベトナムがやっぱマラリアに非常に苦しんでいたんですね。したがって、まあ、ベトナムを助けるためにはですね、マラリアのいろんな特効薬を作ろうじゃないか。まあ、当時一部特効薬の前の特効薬もあったんですけど、それがあまり効かなくなりつつあったものですから、それで中国がプロジェクトを作ってマラリアの特効薬をやったと。でそのうちの一つが中国医学研究院の中医研究院のですね、トヨーヨーさんだったということです。それから73年、これは袁隆平という人ですけども、これはハイブリッド米というものを作りました。これはハイブリッド米というのは日本ではあんまり使われてないんですけども、まあ、中国で非常に一般的でですね、雑種した1代目2代目になるともうその力はなくなるんですけど、これは非常に収穫量が大きくなるものがあるということをこの袁隆平さんが発見しまして、3割から4割ぐらい良くなるらしいんですけども、そういったもので当時非常にその食料を確保に苦しんでいた、まあ、中国に画期的な、まあ、影響をしているという格好になります。これは中国だけじゃなくて他の国、でだから FAO 世界農業機構、農業機構なんかにおいても非常に高く評価される開発をしています。それから1973年、この、陳慶順という人ですけど、これはゴールドバッハ予報の一つ、予想の一つ。これはゴールドバッハったら、だいぶ前の、1700年代ですか。1700年代の学者ですけども、その、まあ、いくつかの予言をしているんですけど、その予言の一つを、まあ、証明するということもやっています。まあ、これも非常に画期的な、まあ、成果ですね。まあ、そういうことで、その全体としては非常にその文化大革命とか、負の遺産が大きいんですけれども、まあ、研究ものによっては非常に着実に成果が上がっている時代でもありました。で、4人組が逮捕されまして、で、まあ、いよいよ鄧小平の時代になるわけです。で、これは歴史的なものとしてどんなことがあったかということなんですが、まあ、一番大きいのは、まあ、非常に大きな負の遺産であった、文化大革命、これは相当追放されたり、あるいはもうお前はダメだって言われて名誉が完全に、まあ、損なわれたりした人がいたわけですけど、それを、まあ、一律に今回復したということで、約300万人ぐらい近い人が、まあ、名誉回復をする。でそれだけじゃなくて、まあ、いろんな格好で、まあ、鄧小平はですね、中国の立て直しを図ります。でまあ、ここに書いてありますのは、まあ、一番大きな、特に経済的な意味、まあ、農業のためには、家庭請負い責任生産制というものをおいて、ある程度自分がやったものに応じて、分け目が入ってくるという格好のものをやる。これが一つ大きなポイントですね。それからその後に二つ書いてありますけれども、外資を導入していく。外国のいろいろ力を借りて、経済発展、技術発展につなげていこうということで、まあ、経済特区を作り、経済技術開発区を作る。という格好になります。でその後少しいろんな政治改革の議論も出てきたわけですけれども、その政治改革をめぐって内部が国内が混乱するという事態がありまして、で結局その関係で胡耀邦さんが失脚をすると。でさらにその後を継いだ張之洞さんは今度は第二次天安門事件、これ六四天安門事件とも言いますけれども失脚をすると。で、江沢民さんが、後継の総書記になるという格好になります。で、その直後なんですけど、ベルリンの壁が崩壊しまして、で、東西冷戦が、まあ、終結していると。まあ、そうなってくると、まあ、その中国がどういう格好にするかということで、まさしくその天安門事件も含めて路線闘争が、激化していきます。でこれは、まあ、陳雲さんという、まあ、非常に経済的な意味で保守的な、まあ、人なんですけれども、それと鄧小平、鄧小平は表向きは出てこなかったんですけれども、まあ、鄧小平の流れを組む改革開放路線とかぶつかり合って、まあ、結構内部的に議論があったんですけれども、最終的には1992年、これは鄧小平が突如出てきました。
南巡講和ということで何回かいろんなところを回って、やはり改革開放しないと中国がダメになるということで非常に強い危機感を伝えた結果ですね、結局党内が改革開放で終焉しているという格好になったわけです。で、今度はじゃあ科学技術はどうだったかということです。科学技術はこれ結構いろんなことをやっています。小平さんは。一つは、まあ、一番大事なのは先ほど言いましたようにいろんな意味で文革の時にマイナスの遺産がものすごくいっぱい出てきました。それで、まあ、鄧小平さんは何をやったかというと、共産党中央がに全国科学大会というのを開かせまして、で、そこで、まあ、鄧小平さんが井の一番に演説をしましてですね、とにかく、後で2番目の話を強く言うわけです。これは少し後で説明します。その時に、核末弱、これはもう、病床によってほぼ、もうギリギリの段階だったんですけれども、まあ、まだ科学委員長を続けていました。でその人が科学の春というメッセージを出しまして、ようやくその、文化大学も冬の時代が終わって春が来ましたということで、これからもうみんなで頑張っていきましょうという非常に強いメッセージをこれ代読させています。本人は出てたらしいんですけれども、読み上げるだけの力がなくてですね、代わりに代読をさせるという格好にしています。でその後さらに鄧小平はですね、非常に大事なことをいくつかやっていますが、一番大きなポイントはもうすぐにですね、出てきてすぐにですね、やったのが大学入試、統一大学入試の再開です。これがまあ非常に中国にとって大きなポイントだったと思います、科学技術にとっては。それから学位条例、これは今までは欧米系の流れを組む大学は博士とか修士って出せたんですけれども、中国でできた大学はですね、例えば北京大学にしてもなかなかドクターを出せなかったんですね。で、結局どうしたかというと、そういう欧米系の大学に行くか、あるいは留学をするという格好でドクターを取ってたんですけれども、ここで晴れて、中国の大学でも博士を確保できるようになったと、こういうことです。まあ、したがってそういう意味で非常に文革時代の負の遺産を、まあ、脱却していったと。それから、まあ、2つ目はですね、これは鄧小平が非常に強く言ったことですけども、4つの近代化、これは農業、工業、それから科学技術、それから国防ですね、この4つの近代化が非常に大事だと。でその中でもですね、特に科学技術がその残りの3つを支えるものであるということです。で、科学技術は第一の生産力であるというのは、これは鄧小平の一つの一種の、まあ、基盤に文句でしてですね、まあ、科学技術はとにかくもう生産力を高めるために一番重要なんだと、こういう話をして、とにかく経済発展を進めるためには科学技術はやらないかということを、まあ、いろんな格好で言います。で途中いろんな格好で天安門事件も含めていろんな格好で混乱があったんですけど、やっぱり最終的にもう一度鄧小平さんが出てきて南巡講和でダメ押しをするということ で、これは実はもうすでにその時代に憲法に盛り込まれまして、現在でも憲法の中に4つの近代型明確に書いてあります。だから3つ目がですね、東西冷戦の中で動いてたもんですから、基本的にはその、東側、ソ連を中心にして東側とやってたわけですけども、それじゃダメだということで、ニクソン訪中、それから田中訪中もあったわけですけども、そういったことを踏まえて、その西側と国際協力をやっていこうということで、これちょっと初めから文革の時代から動いてたんですけども、ただ4人組が結構邪魔をしまして、なかなか進みませんでした。で、4人組がとっ捕まってからですね、ようやく動き始めまして、これ鄧小平が非常に熱心です。鄧小平さんは自ら中国、アメリカ、日本にも来ましてですね、日本はもう新幹線の中に当時乗ったわけですけれども、それあるいはその松下幸之助さんにも会ったりしています。それによって、まあ、要するに中国がいかに遅れているか、その文化大革命がいかに遅れているかというと、まあ、中国の中に強く知らしめると同時に、もうそのアメリカあるいは日本と協力しましょうという格好になっていったわけです。で、この時期に退去して、中国の優れた人たちが外国に留学をしています。まあ、これは後で、江沢民の時代の時にそれが実るわけですけれども。それからもう一つ、四つ目としては、従来は共産国家ですから、基本的にはもう平等というのがですね、科学技術の世界にも貫徹していまして、
もう一人に対していくらっていう格好の、まあ、要するにその人痘研究費みたいな格好でしかお金が科学室には出てこなかったということだったんですけど、それではいかんということで、もう少しその能力に応じてお金を配分していくということも考えないかと。そのためには大きなプロジェクト、まあ、これは両大一斉はそういうのをやってたんですけど、そういうそれ以外についてのですね、大きなプロジェクトを立ててですね、それに参加した人間、力を貢献した人間にはより大きなお金を出しているというようなことを考えたところだ。それから基礎研究においても、これは特にアメリカと協力しましてですね、アメリカの NSF のいろんな家計費みたいなものですね、日本でいうと、まあ、そういったものを、強化さないかということで、まず NSFC、 これ NSF ってアメリカの、まあ、全米科学財団ですけども、まあ、そういったお金の配り方をよくモデルにしてですね、NSFC というものを作っています。でそれからいろんな南蛮とか突破計画とか863計画、こういった大きなプロジェクトも作ると。それから全部を一律にやっていくとなると、ものすごく金かかるし、それからなかなか当時そんなに直ちにお金があったわけじゃないんでですね、経済まだ発展前ですから、特定の研究室に重点配分していこうということで、効果重点実験室という考え方もいます。まあ、この辺は、つまりその平等、全くその共産的な平等心から、鄧小平のその科学技術は第一の生産力であるという方向で、とにかく強いところを強化していこうというのが始まった。これはまあ現在も実際生きてますけれども、まあ、こういった大きな方向性を出したと。それからさらに鄧小平が頑張ったのはですね、地域の科学技術ですね。これは先ほど経済全体の話でも出ましたけど、まあ、4つの経済特区を作るとか、経済技術開発区を作るとか、そういったものを作る中でですね、やっぱり地域がその科学技術 の大きな担い手にすないかということを、まあ、考えまして、いろんな、まあ、そこに書いてありますような国家ハイテク産業開発機であるとか、松明計画とか、そういったものを、まあ、進行しようという格好にした。そのうちの一つとしてですね、これは現在も結構発展していますけれども、北京にですね、中間村、これは北京大学とか清華大学があるところの近くですけれども、中間村、まあ、これは日本の秋葉原がさらに大きく発展したようなものですけど、もともとは電気街だったんですけど、それ にそのシリコンバレー、中国的なシリコンバレー作ろうということで、やりまして、まあ、現在は非常に大きな、シリコンバレーとまではいかないかもしれませんけれども、大きなそういう、産業、科学技術集積になっている。こういったことをやっています。まあ、したがって、鄧小平とかこれだけのことを、まあ、いろんな格好で やり遂げたということになるわけです。でじゃあ、成果は何かと。でこれは成果はですね、まだやっぱり、まだじゃなくて、文化大革命の時には両大一斉は、まあ、軍事的な側面が非常に強かったんですけれども、それが一応、まあ、文化大革命の途中で終わると。完成したわけですね。でそれを今度はもう少し民生的、あるいは別の意味 の利用にできないか、まあ、軍事的なものももちろん引き続きあるわけですけれども、民生的なものにも拡大していこうじゃないかという格好の方向に転換していきます。まあ、そこで例えば原子力だと、まあ、新山の原子力発電所、まあ、これは日本も少し協力はしていますけど、それから通信衛星とか地球観測衛星とか気象衛星、こういったいわゆる民生衛星利用的なものもどんどん始めていくという格好になります。それから、まあ、中国科学院は、これはアメリカのスタンフォード大学と協力しましてですね、まあ、加速器。これは、まあ、中国の物理研究者の悲願だったわけですけども、自らの加速器を作ろうということで、電子陽電子衝突加速器、BPC というものなんですけども、これは現在でも北京にありますけれども、そういったものを作って運転していくという格好になります。それから、まあ、割と早い時期からですね、スーパーコンピューター、につきまして非常に関心を持ちまして、銀河とか銀河2号といったもの、これはまあ残念ながらその時点では世界一には長かったんですけど、非常に近いところまで行ったという意味で非常に画期的な成果を上げています。で、しかしその時点のですね、科学技術の論文数はどんなものかというのを少し出してみたんですけれども、まあその文化大革命が起こった、終わった1977年のデータを探したんですけど、今はないんでですね、とりあえず81年、ちょっと経って3年後ぐらいのものですけども、それで言うと、
中国は第二次世界で24位、まあ、非常に遅れてますね。で当時もやっぱりアメリカが1位です。でこれで中国は大体 どれぐらいですか、100分の1ぐらいですかね。そのぐらいのレベルのものです。で日本と比べても20分の1ぐらいということで相当差があります。でこれがその鄧小平が終わった段階、鄧小平の時代が終わった段階で言いますと、それでもアメリカのまだ10分の1ぐらいですかね、20分の1ぐらいですね。それから日本で言っても5分の1ぐらい、こんな感じですから相当に差があるという時代だったということが言えると思います。はい、それで今度は次は江沢民さんの時代です。江沢民さんの時代というのは高度成長が開始された時代です。これは1990年から2003年までということになります。で、まあ、主な出来事としては、まあ、これはまあ非常に、まあ、だんだん中国全体が前向きになっていくわけですけれども、社会主義市場経済という名前で、まあ、改革開放政策が進めていくわけですけど、まあ、これによって高度成長が起こっていくと。それで、まあ、香港、マカオというのが、まあ、次々と、実現されると。ただ、やっぱり急激に成長していくと、やっぱりどうしても社会的、経済的な、いびつな面が出てくるということで、そこで力を発揮したのが、江沢民さんの、まあ、ナンバー2だった主要期。これはまあ非常に、まあ、改革に、まあ、精神あふれた、まあ、首相ですけど、この人が、まあ、3つの改革をやろうとします。これ国有企業、金融、政府機関、これの、まあ、改革開放。まあ、従来はその、できるだけ国で全体を持って国で、まあ、やろうとしたのを、それをできるだけ民間的な力を導入してやっていこうという格好のものをやっている。これが、まあ、一つ、科学技術に非常に大きな影響を与えます。それからもう一つ、これが、まあ、高度成長の発展の大きな原因になっている WTO。これが2001年にですね、中国は加盟するわけですけど、これによって、まあ、世界の向上に一気に、まあ、加速していく。この辺が、まあ、中国全体の政治的、経済的な流れだと思います。じゃあ、科学技術は何だったかというと、これは、まあ、江沢民さんが演説で使った言葉をそのまま言ってですけど、華僑広告戦略。これは日本でも科学技術創造立国ということで、科学技術が、まあ、とにかく国のもとになるべきだということで言ったんですけど、中国の場合には科学技術だけじゃなくて教育というのも非常に明確に出しています。で、華僑広告、科学技術と教育で国を起こしていく、こういう戦略なわけですね。で、その時にじゃあこの江沢民さんの時代に大きな流れとして何が起こったかと、これ4つ書いてあります。1つはですね、研究資金が大幅に拡充されました。これはまあ、経済発展したんで当然なんですけど、その果実をですね、中国の共産党はもうできるだけ科学技術に回すと。これは先ほどの4つの近代化、4つの近代化のベースが科学技術であるという考え方に忠実に、まあ、対応しているわけですね。それで、1992年に江沢民さんが、鄧小平からバトンを受けた時が大体200億円、それが、その次のステップにバトンタッチした時には1540億円、したがって大体8倍、約 7.8 倍と、ものすごい倍増で資金の拡充です。これが非常に大きな特徴の一つ。それから、まあ、2つ目、これは科学技術と教育の振興による国家繁栄、これは華僑広告戦略ですね。で、まず科学技術の方で言いますと、科学技術進歩法というのを制定しました。これは後で改定の方を少し詳しく説明しますけれども、これは大きな方向性を示したものだった。まあ、まあ、個別にはそんなに、ここに具体的にどうだっていうのはないんですけれども、例えば、お金を増やしていこうとか、あと3番目の、帰国政策をしていこうとかいうようなことの大きな方向性を示したものとして非常に重要だと思います。それから973、これは863というのはプロジェクト研究だったんですけど、973というのは基礎研究のプロジェクトです。まあ、だから JST の、重点基礎みたいなものですかね。そういったものを始めるということになります。それから、まあ、211工程、985工程、これは分かりにくいんですけども、まあ、211工程というのは中国全体で100項選んでですね、21世紀に100項選んで、21世紀には、世界の非常に大事な、大学にしようというものです。
で、それをさらに絞ったのが985っていうもので、これは98年5月に江沢民さんが方向を決めたんで、そういう名前がついてるんですけれども、これは34個を選んで、これをまあできるだけ世界のトップレベルに広げていこう、育てていこうと、こういう格好の、いわゆるいずれも国家重点、政策です。で、これによってですね、まあ私は北京大学、清華大学の現在あると思っています。まあ現在、場合によってはというか、欧米の大学ランキングでは日本として残念ですけれども、まあ東大を抜いてるわけですけれども、まあこういった、まあ重点化プログラムによって一つ一つ階段を上がってきたというふうに私は思っています。まあいずれにしても華僑広告戦略ということで、非常に科学技術と教育に重点配分をしたと。それから3つ目に忘れてならないのは帰国政策です。でこれはですね、江沢民さんの時代、1978年頃からも非常に退去して優秀な人を外国に出したわけですね。これは国のお金で出た人もいますし、それから、まあ、自らの資金を工面して出た人もいます。で非常にたくさんの人が出てですね、でそれでアメリカの大学を出る、あるいはアメリカ中国の大学出てもポスドクでアメリカに渡る、あるいは日本に来て研究をする、こういったことをやってたわけですけれども、それはもう大きくは中国の国内のですね、ポストはあってもですね、ポストがまあなかった、あるいはポストがあってもですね、研究施設、設備、そういうものは充実してなかったということで、まあ帰るに帰らなかったわけですね。でそれに対してその中国科学院がですね、100人計画っていうものを始めます。これは大きな方向設置した科学技術進歩法の中に、そういうことをやるべきであると書いてあるんですけども、中国科学院が率先してですね、このウミガメ政策というのは回帰っていう、戻ってくるという意味の回帰なんですけども、このウミガメ政策ということで、100人計画をやります。で、これはですね、非常にうまくいきました。で、それ何かというと、やっぱり中国だけで研究している人ってやっぱどうしても世界の最先端では当時なかったんですね。で世界の最先端で大学に行き、世界の最先端の研究に携わることによって、やっぱ自分たちはどの辺にあるかってわかるわけですから、そういった人たちを今度は戻してきて、通用ポストにつけた。こういう事態がこの100人計画が時代です。で、これはですね、ある意味で非常に良かったのは、非常に若い人をですね、大学の学長、あるいは中央科学院の研究所長、あるいはその研究の責任者、こういったものに次々とやっていく。で、まあ、2003年ぐらいに私調査したこと、3年調査したこと、3年じゃなくて5年ぐらいに調査したことあるんですけれども、その時点で言いますと、日本の大学なり研究所のトップと10歳から20歳ぐらい差がある。日本は60代だったけど、中国は40代から50代。もう下手すら30代ぐらいの人がいる。こういう時代もありました。まあ、そういったことで非常にこれは中国の科学技術に活気をもたらしたということで非常に大事な計画です。で、これ以外、他のものが次々と今、人材招聘計画ということで、まあ、スタートしていきます。それからもう一つ、これポイントはですね、この主要機の三大改革 WTO 加入対応。で、これはですね、この上の3つと若干違いましてですね、経済が非常に今、効く改革開放に揺れる。そうすると、社会的、経済的にいろんな意味で、まあ、混乱が生じたわけですね。それで、主要機さんが先ほど言いました三大改革をやる。で、さらに、今度は WTO になると、今度は世界の経済の荒波に、まあ、入る。そうすると、今までの、共産党的なですね、国家所属の格好で、ちんたら研究をやってるとですね、どうしてもやっぱり外国に遅れてしまう。ということで、いろんな格好で改革が叫ばれ、それが実施されます。これ大変、多分当時の所属した人で痛みを伴ったと思います。痛みを伴う、改革国の主要機さんが、相当力ずくでやった。まあ、それが現在で一つ大きな方向性になっていると思うんですけども、まあ、そういった改革も実施しているというのは、この、江沢民さんの時代だと思います。で、ただ、科学技術成果はですね、大きなその調整をしていくということなんですが、あんまり大きな科学技術成果はありません。量的にはあるんですけど、これはと思うような大きなものはありません。まあ、一つとしては、友人活動をですね、開始する。ただ、この最終的な友人の成果はですね、どっちかというと、その次のステップの胡錦涛さんの時代に出ます。
ただソユーズ船をですね、ロシアから契約で買いましてですね、それを改良することによって神舟という宇宙船を作って、で99年から打ち上げまして、まあ、次々とステップを踏んで、有人宇宙に行きます。ただ2つ目はですね、最近完成しましたけども、中国版の GPS というものを構築を開始していくと。でこれは中国は非常にはっきりしてましてですね、GPS はやっぱりアメリカ、それから、まあ、旧ソ連、現在のロシア、それから EU、こういったところがですね、自分たちの独自の GPS を作るという格好の対応をしてて、まあ、中国もやっぱりそれに倣って自分たちの、全地球的な G っていうのはグローバルです。全地球的なものを作ろうということにして、でこれはベイドゥというの北斗という、システムを作りて、ようやく最近完成しています。でちなみに現在そういうものを持っているのはアメリカとロシアと中国だけです。3つが動いています。で、EU はお金がないものですからまだ連れ込んでます。でこれと違う格好でやっているのは日本でして、日本とインドですね。どちらもそれなりの技術能力があるんですけれども、全部を作らないで、その一部はアメリカの GPS を借用しようと。で、自分の非常に近いところはより集中的に精度を上げるためのシステムを作ろうと。これはまあ、順天頂衛星という格好になっています。これは日本もやっています。で、ただ中国は全般というより やろうと。これその時期に始まったということですね。それで、じゃあ、この時期のその論文数はどうなっているかということで見ます。これが江沢民さんがバトンタッチした人は先ほど言いましたように、まあ、日本の5分の1、アメリカの20分の1がやったんですけれども、2003年になりますと、だいぶ近づいてきます。それでもですね、2003年、今世紀に入った段階でも、まだ、アメリカとは相当の差があり、日本にも負けている。で、ただ順位はまあ6位まで来ていると。こういうことになります。で次に、胡錦涛さんの時代ですね、2003年から2013年、でこれは相当大きな、まあ、変化を、まあ、経済成長のゆえにありました。まず最初に歴史的な出来事から言いますと、まあ、今度は胡錦涛さんはですね、先ほど言いましたその例の3つの改革を含めて相当、まあ、そういうことをやらざるを得ないその経済発展のやっぱりなんていうか歪みっていうのが出てきてますんで、まあ、そういうことを含めて、ただしかし経済発展は引き続きやっていきたいと。でしかしその歪みのところをなんとか緩めるために若い社会というものを提案していきます。で2008年にですね、これアメリカ由来のリーマンショックが起きたんですけど、中国はもう一気に4兆元出しまして財政出動する。でこれによって、まあ、一番最初に立ち直るといったことがありました。まあ、これは現在若干そのトガが残っているわけですけど、まあ、しかしそれは非常に世界的にも大きな、まあ、影響力があったと。で、その時期に北京五輪、上海万博というようなことで、これは、まあ、中国の非常にその世界経済における存在感が、まあ、一気に上昇していく。で、ついに2010年にはGDP で、まあ、世界第2位になるということが起こっています。じゃあその科学技術としては何かということで、これで創新型国家ということを、唱えます。この創新という言葉は、まあ、見慣れない方もいますけど、日本語で言うとイノベーション、新しいものを作るということで、イノベーションという意味です。で、これイノベーションの国家を作っていこうじゃないかというのは胡錦涛さんの大きな方向性です。で、4つ大きなポイントを書いてありますけど、1つ目、これは研究開発資金を大幅拡充した。これは前の江沢民さんと変わらないんですけど、特にこの時に重要だったのは科学技術進歩法を改正しましてですね、これはまあ非常にまあ面白いんですけども、国の研究開発資金はですね、その国の国家全体の予算の伸びよりも常に大きくしないかと。これはまあ一つの考えたらせいでいいんですけど、さらにあれしてるのは、GDP の比率をですね、常に、伸ばさないかと。この GDP の比率というのは、要するに国の予算だけじゃなくて、まあ、民間企業を含めた全体の科学予算の比率を言うわけですけれども、その民間の比率の方も含めて法律で規制するというとんでもないことをやってるわけですけど、まあ、これはまあ中国ならではの法律だと思います。ただその甲斐があってですね、
2003年に1546億円だったものが、やはり江沢民さんの時代とほぼ同じぐらいの伸び、1兆1850億円、約8倍、7.8 倍の大幅拡充につながっています。それから自主創新を強調したということで、これは先ほど言いましたように、創新がイノベーションです。でこれはイノベーションというのは、まあ、中国はあんまり今まで自分でやってなかったという考え方があって、でそれは特に江沢民さんの時代、あるいは鄧小平さんの時代に国を開いて、それでアメリカなりヨーロッパなり、あるいは日本なりの技術開発したものを、まあ、受け取って、まあ、それを作ってきて発想だったわけで、自分は、まあ、創新には協力関与しなかったという考え方があるんです。でこれからは自分でやりたいということで、自主という言葉が入っています。それで、まあ、胡錦涛さんはどういうことを言ったかというと、自主創新による創新型国家を作ろうと、自分で、作ったイノベーションによって、イノベーション国家を作っていくと、こういうのが大きな方向性になります。でこの時に非常に大事なものとして、計画としてあるのは、この国家中長期科学技術発展計画、公用です。それが2006年から2020年、これ2006年に できたんですけど、この15年計画ですけれども、これが非常に大きな方向性を示して、その中に今、まあ、いろんな中国がこれからやるべき考え方、それから方針、それから具体的なプロジェクトを、まあ、書き込んだわけですね。で、これは実を言うとまだ生きています。現在2020年ですから、まだ生きておって、まあ、これの、まあ、最中に若干修正はされましたけど、生きています。で、現在その中国政府は何をやろうとしているかというと、この国家中長期科学発展計画の次のステップのものをきちっと考え、でその個別の5カ年計画を作っていこうという考え方を今考えていて、それは来年には出ると思います。それから3つ目として、この胡錦涛さんの時代、これは若い社会という名前でもあれしましたように、非常にその経済発展の歪みがいろんなところに出てきた、まあ、そういったものをまあ修正するために若い社会というものを提案したわけですけど、そのうちの一つとして環境問題なんかが非常に出てきたんですね。で、まあ、私も何回かその時期に中国に行きましたけども、 PM2.5 というのはクローズアップされたのその時代です。で PM2.5 というのは本当に大変で、その数十メートル先のビルが見えなくなるという事態があって、でこれはまあいろんな、まあ、相当、まあ、中国ですから荒っぽい政策をやるわけですけども、それによってしかし現在は相当解決しています、まあ、そういったものを含めましてですね、これは水の問題とか食料の問題とかいろんな問題が起きています、まあ、そういったものを含めまして、それをきちっと科学的な側面から含めて対処していくということがこの時代から始まったということです。それから4つ目としてはですね、科学技術のインフラ整備、まあ、これはもともとお金があんまりなくてですね、まあ、科学技術的なレベル、あるいは産業技術レベルも非常に低かったんで、自分で科学技術インフラを作ってというよりは、どちらかというと外国、まあ、アメリカとかヨーロッパとかで一部日本のインフラを使って研究開発していくということ、あるいはそれに学んで研究開発していくということだったんですけども、まあ、これだけ大きくなり、これだけその資金も出てきたんだから、自分でいろんなインフラを作りたいということにだんだんなってきまして、この時期から相当いろんな、例えば天文台であるとかですね、望遠鏡であるとか船だとか加速器であるとか、いろんなものを自ら作ろうという、考え方を、その走りがここにあります、国家科学技術基礎インフラ建設計画、建設工業ですね、こういったものを、まあ、作って、まあ、これも今着実にいろんなもので、増加しているという格好になって、じゃあ科学技術の成果は何かということなんですけど、これはまあ一番大きいのはですね、有人飛行の成功です。でこれは江沢民さんから胡錦涛さんになってすぐの時ですけれども、2003年10月、神舟5号で、楊利、こういう名前の宇宙飛行士が中国で初めて、有人飛行に成功する、まあ十何時間なんですが、その大したことはないんですけど、それでもまあ大変な中国の誇りです。これはまあ四川省の主戦ですか、四川省じゃなくて陝西省ですね、主戦の衛星発射センターから朝鮮2号ロケットで打ち上げる、で、内モンゴルに戻ってくるという格好になって、これは非常に大きな成果です。
それからその胡錦涛さんの時代でもう一つ大きい、これはちょっと関係つつ少し逸脱するかもしれませんけれども、高速鉄道、高鉄と言ってますけど、これはまあ中国版の新幹線ですね。でこれが2007年に開通します。まあ、これはあの一部車両等で日本の技術あるいはあのヨーロッパの技術が入っていますけど、それを自主開発して、それに自主開発を加えてですね、まあ、今どんどんあの拡大しています。で現在の時点で言いますと大体日本の12倍ぐらいの長さを持っています。まあ、そういう意味で世界もダントツですね。まあ、そういったのが開始された時代がこれです。それから三峡ダム、これは2009年です。それから2010年にですね、これはあの先ほどちょっと言いましたスパコンで結構力をつけていたんですけども、ついに2010年にですね、これは天津にある天が1号 1A という、でもこういうスパコンを使ってですね、計算速度が世界一になるということを達成すると。まあ、この辺になってくると徐々に中国の、まあ、底力が出てきたという格好になるかと思います。はい、それで、まあ、論文数、これはあの先ほど言いましたように、あの胡錦涛さんからが担った時にはまだ相当アメリカと差があり日本とも負けていたわけですけれども、これが習近平さんに渡す時になりますと、もう完全に日本をはるかに追い抜いて相当中国に、アメリカに肉薄するという状況になっています。まあ、この2013年の時点で、大体 1.5分の1ぐらいですね。だから中国の 1.5 倍がアメリカのような感じですから、まあ、結構近づいているという格好に、まあ、日本はまあその3分の1ぐらいにもなっちゃってるというそういう時代にもなっているということです。それからまあこれで初めて特許が出てきますけれども、特許でもですね、特許はその中国は2004年の時点では、日本、アメリカ、韓国に次いでまあ4位、これまあ出願ですから、まあ、あの割と早くあの影響が出てくるんですけれども、それでもやっぱり4位である。でそれが、2013年ではですね、もう完全に、アメリカ、日本、韓国を抜いて相当差がありますね。アメリカとも相当差があるという状況になっているということになります。まあ、したがって特許でも論文でも相当力をつけてきているという格好になります。はい、で最後の現在の時代ですけど、これは、まあ、習近平さんの時代ですね。で、まあ、歴史的な出来事、まあ、これ習近平さんはとにかく汚職撲滅ということが、まあ、非常に大きなポイントですね。それからそれ以外にいろんな、とにかく中国を偉大な国家にしていくと、中国の夢、中華民族の偉大な復興と中国の夢ということを提唱しますし、国際的には一帯一路というものを提唱していくという格好になっています。それで、研究開発ですけれども、研究開発資金の拡充についてはですね、そんなにもはやもともともう習近平さんが受け取った時点で相当大きいわけですから、そんなにですね急激に前の2人の時代のように大きくは増えていません。それでもアメリカ、ヨーロッパと比べても、まあ、1.5 倍ですから、アメリカとかヨーロッパはそんなに大きく増えてません。やっぱり日本なんかほとんど増えてません。そういうことに比べればですね、まあ、結構、頑張ってる方だと思います。それで2つ目としてですね、まあ、習近平さんの大きな方向性としてはですね、世界全体を見据えた科学技術の振興、これはとにかく自分たちの中国、今までこれまでの少なくとも胡錦涛さんまではですね、とにかく自分たちがきちっとやらないか、自分たちを高めようという発想だったんですけれども、まあ、習近平さんはもうある程度までもう来てますんで、それを踏まえて、じゃあ自分たちをどこに位置づけて、どうやって世界、まあ当然のことが一番考えているのは世界一を目指すわけですけれども、そういう世界一になるにはどうしたらいいかということを考えて、という意味が世界全体を見据えたという言葉なんですけれども、そういったことで言い始めたのは、創新駆動型発展戦略。まあ、創新は先ほど、まあ、説明しましたように、創新ってのはイノベーションです。駆動ってのはそれによってドライブしていくということで、そうし、イノベーションで、進めていくという意味ですね。イノベーションで科学技術を進めていくという、で、経済を進めていくということなんですけど、創新駆動型発展戦略。イノベーションを土台にして、科学技術、さらには経済を発展していこうというのが、この創新駆動型発展戦略です。
で三歩走ってホップステップジャンプということで、これはまあ三段跳びのことなんですけども、まあ、最初はまあ現在の状況、それからまあ世界の一流に伍する、最終的には世界トップを目指す、まあ、アメリカを追い抜く、あれはアメリカと同等になるということをまあ目指すということを科学技術で考えようじゃないか、こういうことで、で先ほどの胡錦涛さんが作ったものを若干付け加えたのは、この国家創新駆動発展戦略というと、これは2030年まであって、これも15年計画です。まあ、こういったことによって、より創新駆動ということを前面に出した戦略を作っています。それから3つ目の大きな柱としてはですね、これは最近いろんなところで問題になっていることなんですけども、やっぱりその科学技術だけじゃ意味がない、これはまあある意味で言うと鄧小平さんが非常に強く言ったことなんですけども、やっぱり科学技術ってのは使われてなんぼの世界だ、技術開発をしてそれを経済にどうやって結びつけていくか、まあ科学技術は第一の経済力であるということを言ったわけですけれども、そういった考え方をより強く出したのが私は習近平さんだと思っています。それで、まあ、特にハイテク技術を産業化している、まあ、これは国家創新駆動戦略にも合うわけですけれども、つまりその従来まではそのアメリカ、ヨーロッパ、それから一部日本で、開発し、それで一定のところまで来た技術を中国で作って、それで産業化してきた。それでまあ中国がまあ世界第2位になってきたわけですけれども、それだけだけじゃ限界があるんで、自分たちでもまず技術を作り、イノベーションを起こし、それをどうやって産業化していくか、こういう格好になるわけです。でそれでいろんなものが打ち出されています。まあ、一つは中国製造2025、それからインターネットプラス、大衆創業、万衆創新、電気自動車の充電インフラ、それから AI と、まあ、この中で、まあ、中国製造はもうちょっと後で詳しく説明します。インターネット、これはまあIT ですね、 IT の中でよりインターネットを使ってよりいろんなことをやっていこうと。で3番目はこれはベンチャーですね、創業というのはベンチャーですから、ベンチャーみたいなものをいろんな人がやるように、そういうものを政府として助けてあげるんじゃないかと、こういうやり方です。それから充電インフラ、これは電気自動車を進めるという前提で、それをどうやってその普及するかという充電インフラが大事ですから、それを国として国策的にやっていこうじゃないか、こういう考え方です。で中国製造もですね、中国製造2025、これはまあ非常に今悪口言う人がいますけど、私はこれ素直に見るとですね、そんなに変なことは書いてないんですよ、文言だけで言いますとね。つまりその先ほど言いましたように、これまでは外国の技術開発、外国のものをそのまま、まあ、言葉は言い方が借用してですね、それを、まあ、自分たちの中にはめ込んでいって発展してきたんです。だけどそれだけだけじゃとても世界一になれないんで、自分たちできちっといろんなものを開発していこうじゃないか。これバイオもあるかもしれない、 IT もあるかもしれない、でそういう考え方なんですね。だからこれ自身はですね、まあ、私は非常に真っ当な、まあ、25でできるかどうかというのは問題はありますけど、真っ当な政策だと思います。でただ議論があるとしたら、それをどうやってやっていくかというところで、まあ、これは巷にどこまで正しいかという議論はありますけれども、まあ、中国の技術の統制という問題は常にありますので、そういったところは気をつけないかんと思うんですけれども、中国製造2025そのものはですね、これは日本で建ててもそんな不思議な話ではない。ただ中国 そのすごいところはですね、これをやり遂げるだけのですね、金人があるんですよね。だからそこがある意味で言うと怖いところだと思う必要があると思います。で最後にこれはまあ、これは非常に中国も変わってきたなという思いがあるのがですね、研究不正、研究倫理問題が顕在化しまして、これに対して中国も真正面から向き合うようになってきた。この上の子に書いてありますが、これはまあいわゆる 改革の一つでして、今までバラバラにいろんなところでいろんな金持って、競争的資金なんですけど、いろんなところに金を持ってバラバラにやってたのを、もう少しその統一的にですね、きちっと秩序立てて整理してやっていこうじゃないかということで、これは今までいくつか名前に出ました863とか973といった計画なんかが整理されまして、できるだけ見やすくなって、でまあ効率的にやろうという話、これはまあちょっと違うと思うんですけど、下に書いてありますですね、研究不正、これはまあ上の方はその研究不正に関係するから、下の方に書いてありますのは倫理問題ですね。今までこれあんまりその
中国では、クローズアップされていませんでした。でそれについてですね、真正面から取り組まざるを得なくなったのがこのゲノム編集における双子のベビー誕生問題です。でこれはゲノム編集というのは、これは、極めて最近その活発化したライフサイエンスの技術ですね。でこれはご存知の方も多いと思いますけれども、直接的に遺伝子をですね、組み替える、その従来はこういろんな格好でその人為的じゃなくて組み替えるのを待ってたわけですけど、これは今度は本当ゲノムそのものを切ったり貼ったりしましてですね、それで特定 の, 遺伝子を組み込むということをできる技術、これは今年のノーベル科学賞を取った2人の女性の研究者によって生み出されたと言われています。でこのゲノム編集の技術によってですね、なんと2年前、19年の12月にですね、深センでですね、双子の赤ん坊が誕生したという話が突然出てきましてですね、これはもう大騒ぎなんです。でこれは実はゲノム編集を直接人間に適用することについて随分議論があってですね、アメリカはそういうのは金出さないと、日本は暗黙の了解としてやらないという前提でやってたんです。もうヨーロッパも同じですけれども、それがですね、中国はそういう格好のものはなかったんですね。それで結局突然出てきまして、みんな仰天してですね、それで中国も仰天しました。でこれただ非常に私は良かったなと思ってるのは、そんなものをやったっていいじゃないかと中国 の, その科学者が言うとなるとがっくり来るんですけれども、これはもう中国他の人たちも含めて大反対、非常に強烈な反発が起きましてですね、でこんなことをやるのも中国の科学者の恥だと、これをこういうことをやらせちゃいかんということをものすごい強い勢いで学会も言いましたし、役所も相当強く言いまして、ついに刑事的な事件にまで発展しまして、現在は裁判の判決が出て服役中のはずです。懲役刑を食らっているわけです。そういったことで、こういったことがですね、これからいろんなことで起こってくると思います。これは中国、これからやっぱり日本、アメリカ、ヨーロッパと協調していく必要があるのは、まさにこういう問題じゃないかと思いますね。これは非常に大事な点だと思います。ただ、若干まだそういうところで遅れているところが、これはまだ問題を起こしてないからなのかもしれませんけど、例えばその後に書いた霊長類を用いた実験。で昔はですね、日本もアメリカも同じなんですけれども、猿を使った実験というのは非常にですね、頻繁に行われていました。なぜ猿を使うかというと、やっぱりネズミとかですね、そういうものだと、やっぱり思考、人間の高度の頭脳 の, シミュレーションというか、そのあれができないんですね。そうすると猿はですね、人間補助はもちろんないとしてもですね、いろんな脳を用いた、いろんな実験には非常に最適なんですね。ところが逆に言うと、その非常に人間に近いがゆえにですね、そういったものに例えば電極を差し込んだって昔あったわけですけど、そういったものについては現在は厳禁になっています。でこれは非常にアメリカも強い規制をしているわけですね。でさらに言うと、もうあんまり猿、その特に霊長類と言われているそのものについてはやめようじゃないかという格好の状況になっています。でところがですね、中国はそれについては非常に緩い状況に現在あります。で何が起こっているかというと、そう緩いもんですから、でしかもなおかつお金がいっぱいあるもんですから、非常に霊長類のいろんな実験の施設が今どんどん最先端の技術で建てています。したがって実験動物、特に霊長類の実験動物という意味では、おそらく世界最高峰ですね。でそういった状況の中で、アメリカなりヨーロッパなり、あるいは日本なりのそういう実験をしたいと思っている人、でこれはですね、やっぱりそういうものを実際持って、あるいは使ってなんぼの世界ですから、やっぱり中国に行くんですね。そうするとそういった実験で、これはアメリカとかヨーロッパとか、あるいは日本で近畿になっているような実験が行われないかと、これが非常に心配です。でこれはだいぶアメリカは強く言ってますけど、この辺はこれから大きく変えていく必要があることかもしれません。そういう意味で現在起こっていることで、これから大きくなっていくのは、その胡錦涛さんの時代の社会的な課題にどう対比、これは環境汚染とかいろんな問題ありますけど、それからこれからの問題としては、研究輸入問題、研究性問題、これどう対処していくか、これはやっぱり相当大きな問題だということになりますし、それから経済全体で言いますと、やはりその産業化というものをどういう格好で進めていくかというのは、これは中国で大きなポイント。
ただ一つ言っておかないかんのは、中国はですね、これはまああの、鄧小平さんの大きな方向性の中に科学技術は第一の生産力であるということの言葉があるようにですね、非常にもともと科学技術を経済と非常にリンクさせた格好で進めているわけですね。その前には実はあの基礎研究相当一生懸命やってるんですけども、ただこういうふうに産業化という話になってくると、どうしてもやっぱりそういうところが強くなりすぎている。で、今何が起こっているかって、やっぱりその科学技術をやってる人じゃない、その科学技術のお金を投資しようと、出そうとしている、その、要するにトップですね。まあ、習近平さんのトップ。やっぱり一番大事なのは、その、ここにある創新、イノベーションだと。とにかくお前らイノベーションを起こせ、イノベーションを起こせ、とこう言ってるんですね。で、ところがですね、私が心配しているのは、中国ってまだ、いわゆるその欧米型でいうイノベーションというのは起こしたことがまだないんですね。日本はいくつかそういう例がありますけど、それはやっぱりそういうことにまだ、立ち行かなくて、これから始めようと思っている。ただまだそういう経験がない段階でですね、イノベーション、イノベーションといってものすごくその科学技術界に強い格好で言われているので、これがその中国科学技術全体を萎縮させるんじゃないかというのは私は非常に心配しています。それからそれに合わせてもちろんその、まあ、特にトランプ政権になってからのその、米中間の、まあ、いろんな格好の摩擦が非常に大きいもので、でこれは私はまあそのトランプさんの言うことも少し特にその技術の盗用問題といいますか、そういう導入についてのいろんなことはきちっと正していかないかんという気はするんですけれども、しかし実際その中国の力、特にあの若い人たちを中心にした中国の力を非常に貢献として受けているのはアメリカなんですね。アメリカの研究開発の現場においてもう汗水垂らして働いているのは1に中国人、2位にインド人とよく言われてますけれども、そういったものを抜きにして本当に中国とその科学技術の感じデカップにもできるかどうか、特にその今言いましたその研究倫理問題とかですね、あるいは今度バイデンさんになって変わる可能性があるその環境問題、こういったものをですね、デカップリングだけで本当に進むかどうか、これはこれからよく見ていく必要があると思います。私はこの辺については、まあ、経済、あるいは政治がどういうことになるかは別にしてですね、やはりアメリカ、それからもちろんあの日本、ヨーロッパ、そういったところはこの環境汚染問題、あるいは SDGs と同じですけど、そういったもの、それから研究倫理問題と、こういったもので、やっぱりある程度共同歩調を取っていかないと、まあ、科学技術、世界の科学技術に大きな禍根を残すんじゃないかというふうに考えています。はい、時間になりましたので、私のお話は以上で、とりあえず終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、林さん、ありがとうございます。では、質疑応答の時間に移りたいと思います。ね、Q&A にお寄せいただいた質問から、まあ、いくつか林さんにお伺いをしていきたいと思っています。よろしくお願いします。でまずはですね、ちょっと少し全般的な質問になるかもしれないんですけれども、一つはこのまず中国の科学技術政策なんですけども、まあ、政策というとさまざまな分野の中に科学技術政策というものがあるかと思うんですけれども、その中国の中でそのいろんな政策がある中で科学技術政策の占める割合というか、その存在感というか、これは例えば日本と比べて大きいのか小さいのかっていうところ、そしてもし、まあ、おそらく私の期待としては大きいんじゃないかと思うんですけども、その、まあ、歴代の指導者が科学技術を重視してきたということは、これ自体何かその背景があるものでしょうか。この歴史的に考えてみていくと何かあるものでしょうか。これ難しい質問ですが、はい、よろしくお願いします。はい、まず2つありますけど、最初の質問はですね、まあ、圧倒的に大きいです。日本なんかと比べ物にならないですね。それはやっぱりそれ理由の方なんですけれども、中国のその建国ってのは、まあ、1949年ですね。非常にやっぱり世界のいろんな国と比べても、アメリカと比べても遅いわけですね。で、それが、しかも大きな人口13億という人口を持った国として、なんとか成り立たせないか。そうすると何によってそれを、まあ、経済が一番大事なんですけど、その何によってそれを支えていく、進めていくかとなると、考えしかないというのは、最初にそういうふうに言い始めたのは、やっぱり周恩来さん。それでその次に強く打ち出して、それが現在に来ているのは、
小平、これが4つの近代化であり、科学技術は第一の生産力である、そういう考え方です。そういう意味で言うと圧倒的に大きいです。ただやっぱりその中国の中でもちろん一番大事なのは政治でありですね、その政治を下支えしている経済ですから、その経済のさらにその下支えしているのは科学技術だという考え方には変わりはありません。したがって政治とか経済の中で常に議論されているその部分で言うと少し見えにくくなってますけれども、科学技術についてはそれを支えるものとして非常に重要だというのは、これはどうですかね、やっぱり世界でもダントツかもしれないですね。ヨーロッパにもそんなにあんまりないですね。アメリカに近いんでしょうけど、アメリカはそれよりどっちかというと軍事という意味で非常に強く言ってますので、まあ、アメリカよりも科学技術そのものできちっとやろうとしているという意味では、まあ、上かもしれませんね。それぐらい中国は科学技術に力を入れてますね。他国と比べても科学技術に、まあ、すごい力を入れているんだと思うんですけど、これは中国ならではの考え方と考えているんですか？まあ、中国、先ほど言った中国ならではだと思いますね。はい、やっぱりいかにして早くその先進国に追いつくかという意味では、やっぱり中国ならでは科学技術をこうできるだけ重点的に投資することが一番近道だというふうに思ったというふうに私は思いますけどね。わかりました。中国、まあ、これは直接関係があるかどうか別です。中国の、まあ、やっぱり中国国民の最大の屈辱というのはやっぱりアヘン戦争なんですね。アヘン戦争の敗北、それからその後の欧米、それから日本による国内の蹂躙なんですね。でなぜそういうことが起こったかというと、やっぱり自分のところに軍事力がない、科学技術力がない、これはやっぱり中国の少なくとも200年間のやっぱり大きな遺伝子の一つじゃない私は見てるんですね。そういう意味で言うと、やっぱり自分たちがきちっと立ち、自分たちと安全保障を確保するため、あるいは経済を発展させるためにはですね、そういった力がどうしてもいる。それを支えるものとして科学技術だと、そういうふうに思っているとしても私は変わりはないと、問題ないと、あれだと思いますね。わかりました。ありがとうございます。ではもう一つ全般的な質問をさせていただきますけれども、全般というか、まあ、このいろいろな政策、中国の科学技術政策があったわけなんですけれども、これズバリ日本に取り入れるだと良いような政策というものは、まあ、いくつか挙げていただいてもいいんですけれども、ズバリまあ、一番、はい、私はもともとありまして役人出身なもんですから、役人的に言うと一番取り入れてもらいたいのは、とにかく金を増やせと、こういうふうに言いたいところなんですけれども、まあ、昨今のコロナの状況とかですね、その赤字のことを考えるとですね、そんなことを悠長に言っておられると、ただ一番お金です。その次にやっぱりあれですね、いかんのはやっぱりやっぱ人ですね。人はやっぱ中国は本当に組織的、系統的に育てています。でこれはやっぱ日本も見習うべきじゃないかと気がしますね。でその人の育て方の一つとして、まあ、これはちょっと今これから米中がその戦うことになるとどういうことになるか分かりませんけども、日本に勝って持ってたことで今なくなっている一番大きなポイントというのはやっぱり外国との協力、あれ外国との交流がものすごい減っているということなんですね。学生さんも含めてですね、やっぱりアメリカ、ヨーロッパ、そういうところに行かないと、まあ、日本の場合中国でもいいんですけど、そういう行かないとですね、やっぱり他流試合しないとまともな研究者にならないですね。でそこは中国は徹底してます。でこれぐらいはですね、私は日本でもできる、金がそんなにいるわけじゃないんで、だからやっぱり一番特効薬として私は、人材養成する、その人材養成のポイントとして外国と協力、あれ外国に行く、そういうことをこう中心にやるというのは非常に大事だ。これはまあ最近になってようやくそういう方向に動きつつあるので私は期待してるんですけども、もう徹底的にやった方がいいと思います。分かりました、ありがとうございます。でこれは最後個別的な質問になるんですけれども、林さんライフサイエンス振興財団の理事長も務めてらっしゃいまして、中国のライフサイエンスというものは、まあ実は中国先ほども政策としてまあ、製造、中国製造とかですね、あとはその ICT の技術とか、そういったところで非常に産業化を見られて、非常に伸びていっているところはあるんですけども、ライフサイエンスに関しては、今後、中国というのは伸びていくものでしょうか。その今の状況を言いますとですね、まだら模様ですね、非常に強いところ、特に最先端で論文がじゃんじゃん出るところ、これは中国の研究大好きですから、
非常に強いです。例えば先ほど言いました、まあ、その禁忌を犯してまでやるという問題ですけども、そのゲノム編集の話なんてのは、これは場合によってアメリカより上かもしれませんね。だけどもライフサイエンスって非常に広いんで、ライフサイエンスの中でいうと全体としてはまだ弱いと思います。特に問題なのはですね、中国にビッグファーマー、要するに大きな製薬会社があんまりないんですね。今まであったのはシノファームって言って、要するに専門の薬を製造するんじゃなくて、他の特許を使ってジェネリックを作ってた会社ですから、まあ、非常に大きな売り上げがあるんですけど、まあ、大したことなかったんです。ただ今変わるきっかけになりますのは、その新型コロナでウイルス、あれはワクチンを作ろうとして、このワクチンが成功して始めるとですね、変わってくる可能性がありますね。そういう意味で言うと、ちょっとよく見てないとわからない。ただ今の方向としてはですね、まだまだライフサイエンスは遅れていますね。はい。これが中国の課題でもあると。課題でありますね。中国はやっぱ IT とかですね、特に IT はもうこれは5G も含めて非常に強いというところがあるんですけども、ライフサイエンスはちょっとやっぱり少し遅れた面がある。ただ今度は新型コロナで変わってくる可能性があるんで、そこはよく見とかないかんですね。わかりました。ではそろそろお時間が来ておりますので、このあたりで終了させていただければと存じますけれども、林さん、ありがとうございました。これにて終了させていただきます。